ちは、スノーガーデンゆきです。今日はセリアさんの装飾ベースダブルファスナーポーチをセリアさんのインド刺繍リボンを使ってアレンジしていきたいと思います。材料紹介です。装飾ベースダブルファスナーポーチ、インド刺繍リボン、糸と針、こちらはセリアさんのカラー縫い糸です。あまり目立たなさそうな色の白を使います。ハサミ、待ち針を使います。セリアさんに販売しているインド刺繍リボン、だいたい長さが30センチのものは、こういった幅が細いタイプのもの、長さが15センチのものは幅が太いものが販売されていました。このポーチの中に収めるのに、幅の細いものが1本、太いものが2本あると綺麗に収まるかなと思います。でリボンはまず端を1センチ程度折って、端につけます。で待ち針で留めます。でこちらの下の部分も、ここが端っこになるように1センチ折って待ち針をつけます。したらまずこの一番端の部分から針を出します。針を出すときはこのポーチの中から出します。ここですね、ちょうどギリギリのところから出します。次にリボンを折り返しているところから針を出します。そうしましたら、このちょうど布生地の上にあるファスナーの生地に針を入れます。で5ミリ程度入れて針を出します。そうしましたら、ちょうどこの糸が出ている正面、こちらから針を入れて、また5ミリリボンの折り返している部分に針を通して、で縫います。またこの反対側ですね、こちらのファスナーの生地を5ミリ縫います。この字縫いですね、これを繰り返していきます。はい、で今度このリボンの最後まで来たら、ここを並縫いしていきます。このポーチの中生地を一緒に縫わないように、しっかりポッケを開いて縫っていきます。こちらが最後まで並縫いができたら、この部分をコの字縫いしていきます。今度はですね、この縫い代の部分の向こうの生地を5ミリ取っていきます。ここも端まで来たら、今度はもともと折り返されている部分ですね、ミシンがずっとされているんですけれども、この縫い代の反対側の生地を取りながらコの字縫いしていきます。はい、そうしましたらリボンの端まで来ましたので、生地の中に針を通して、で玉留めをして糸をカットします。
あとはですね、同じように他のリボンも塗っていきます。で、このリボンの最後まで並縫いができたら、今度はこちらの一番目に塗ったリボンにコの字縫いをしていきます。このリボンとこのリボンでコの字縫いですね。針を通してで、次にリボンの折り返している部分ですね、この部分に針を5ミリほど入れます。で、お向かいのリボンに針を5ミリほど入れて、またコの字縫いで同じように繰り返していきます。はい、で、最後はポーチに針を通して玉留めをして糸をカットします。最後のリボンが端っこの部分に合わせると、少し2番目に塗ったリボンにかぶさるような感じになります。長さがですね、やっぱりちょうどぴったりっていうのはなかなか難しいので、どちらを上にするのか決めて、で、上にしたいリボンを後に縫います。ぴったりと端っこを合わせます。ですね、特にどこからっていう決まりはないんですけれども、おそらくこの縫い代のラインが綺麗に揃っていた方が見栄えがいいかなと思いますので、このポーチの一番端から針を出して、で、この字縫いからスタートさせていきたいと思います。次にこの部分をコの字縫いしていきます。
で次にこの部分を波縫いしていきます。最後このラインをコの字縫いしていきます。ここも中の生地を縫わないようにしっかり外側のこの生地を持って縫っていきます。最後糸をポーチの中に入れて玉留めをして糸をカットします。はい、そうしましたらセリアさんのインド刺繍リボンを使ってポーチをアレンジしてみました。完成です。今回ですね、こちらで作り方をご紹介したんですけれども、作り方で一番良かったものをご紹介したいなと思って改めてこちらを作りました。こちらは結構リボンの色がバラバラなんですけれども、カラー糸のベージュとブルーを使っています。で、中身ですね、あまりこの中身は気にならないっていう方は全然カラー糸でいいんですけれども、結構こんな感じでガッツリ色が見えます。で、今回白で刺繍したんですけれども、まあ、こんな感じですね。結構わかりづらいです。白糸を使うと、まあ、白い生地ですので糸が目立ちにくいです。ただこっちの外のリボンの色が濃いとちょっと目立っちゃうかもしれないです。で、おすすめがこちらはですね、ミシン用の糸なんですけれども、透明の糸になります。私はビーズ刺繍で愛用しているんですけれども、まあ、こういった糸もありますので、どうしても色が響いてしまうのが嫌な場合はこういった糸もあります。この動画がいいねと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。